めた私のすべて。時は教えてくれる苦しみさえも。
してきて、君の嫌がることは決してしない。振り向いて愛してる。寂しさ
しできるならあなたと逃げたい。ちょちょんちょちょん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 。ビッグバン、スターブレイク、馬車、ポップドライブ、アイドレイター、ギー、ヘビーランク、ポピュラー経済、芸能プロダクション、タレントメイカン、アイドルのレシピ、芸能浪人に次ぐ、業界の裏の裏シリーズ9、芸能音楽業界。聞いてば、何度言ったらわかるの？いつまでもそんなもん見てないで、さっさと着替えな。これ、さくらちゃん、アイドルになれるの？これ全部読むと。なれるわけないだろ。本読んでデビューできたら誰も苦労しないんだよ。じゃあなんで買ってきたの？何にもないよりマシじゃん。そりゃ今すぐってことはないかもしれないけど、後で役に立つかもしれないじゃん。そっか。あんまりグダグダ言ってると金払ってもらうからね。いくらしたと思ってんだ、それ全部で。すみません、お金はないです、ちょっぴりしか。だったらさっさと支度できたのか。あ、うん、ちょっとキー、あ、ねえ、ちょっと立ってみてよ。顔を上げて、気をつけ。こう？我ながら強烈。とても私の持ち物とは思えないね。買うかな、普通こんなの。変？変じゃないよ、全然。いいよ、キー。見えないよ。全然見えない。とても、一般人には。何に見えるの？ロボットに見える？ロボットに見えるかどうかは。でも、アイドル目指して頑張ってる、けなげな女の子には、見えると、思うよ。そう。よかった。キーは自分でどう思う？こっち来てごらん。鏡見て。ほら、どう？派手みたい。派手な方がいいんだって。キーは普段から思いっきり地味なんだから、これぐらいでやっと人並みなんだからね。もっともっとアピールしなきゃ。人より目立ってなんぼの世界だって言ってたよ、たたきさんも。美穂さんは派手じゃないけど、そんなに。あれぐらいになりゃもうどうでもいいの。それでなくても売れて売れて困ってるのに、少し地味にして売り上げ落とすくらいしないと体が持たないでしょ。もっとも美穂だったらすっぴんのまんま普段着で歌ったところで、あ、イメージチェンジだってんで前よりもっと売れちゃいかねないけど。だいたいあんたね、今から美穂と張り合おうなんて虫が良すぎじゃないの。それとも何ですか、私のコーディネートがお気に召さないと、そうおっしゃるんですか？とんでもない。あ、よく似合ってると思います。自分でも。でしょ？ならさ、私はどう？え？えじゃなくて、私の格好、どう？ちょっと勇気出しちゃった。生まれて初めてだよ、ミニのスーツなんて。うわぁ、恥ずかしい。なんか、パチンコ屋のお姉さんみたい。ま、キー、あんた、パチンコやったことあんの？ないけど。はぁ、びっくりした。ほんと失礼なやつ。パチンコでもゲーセンでもいいけどさ、私だって好きでこんな格好してるわけじゃないんだから。キーのためなんだからね。ユニフォームだよ、営業用の。なんたって私は、キーのマネージャー兼、社長さんだし。わかってんじゃん。わかってんなら、ちゃんと言うこと聞かなきゃダメだよ。マネージャー兼社長の。言うこと聞いたら、美穂さんみたいになれるって言うの？なれないよね。言うこと聞いてるだけじゃ。キー自身が頑張らないと、なれるわけないよ。わかってんじゃん、やっぱり。それなら、どうして？え？キーは、頑張れないって、知ってるはずなのに。
なことないって。徐々に頑張ればいいんだよ。今はダメでもさ。ずっと頑張れないかも。本当は人間になんかなれっこないのかもしんないのに。全部無駄になっちゃうかもしんないのに。さくらちゃん、バイトもやめちゃって。名刺作ってくれて、本も買ってくれて、服も貸してくれて、キーは全部台無しにしちゃうかもしんないのに、さくらちゃんは。ごめん。さっき言ったこと訂正。やっぱさ、キーちっとも分かってないよ。キーはよく考えてみると、まるでさくらちゃんの生活をぶち壊しにするために、東京に来たみたいって、さくらちゃんの夢だとか、せっかく貯めたお金も、キーは頑張れないのに、さくらちゃんが頑張ったいろんなこと、キーは全部、そんなことぐらい、とっくに蹴りつけてなかったら、こんな、ミニなんか履いてないよ。私、迷ってた、ずっと。キーに偶然出会って、びっくりした、嬉しかった、飛び上がるくらい。でもさ、気持ちのどこかで、一人でそこそこ充実してたのにって、邪魔が入っちまったって、感じてた。いつも一緒にいられるのはすごく楽しかったけど、どこかで、うざったい奴って確かに思ってた。出てってほしいって何度も思ったんだよ。本当に出てっちゃったら死ぬほど後悔するくせにさ。なんか頭ん中いろんな気持ちが渦巻いてるみたいな気がしてたけど、バカみたい。答えは最初から二つしかなかったんだよね。二つ？永遠にお別れか、とことん付き合うか。二つだけ。二つの気持ちの間でシーソーみたいに揺れてただけなんて。いつもきっぱりくっきりの桜ちゃんらしくない。だって、キーは迷ったりしないだろ。キーが迷うのは壊れた時。キーのそんな半端じゃないところ、見習わなきゃだよね。でさ。でさ。永遠にお別れは絶対に嫌だから。とことんの方？もう決めたんだから。だからずっと一緒に。さくらちゃん、キーは。はい、これ。チョーカー？鈴だ。音でもアピール。物静かなキーちゃんにはぴったりでしょ？迷子になってもすぐわかるし。それは便利。似合うじゃん。どうも。猫みたいだね。うん。君のことはいつでも見てる。
しい。